福留孝介氏は現役生活24年間を中日ドラゴンズ、阪神タイガース、そして海を越えてメジャーリーグにも挑戦をした名選手です。今回はそんな福留氏のプロ入りから現在までの経歴をご紹介していきます。鹿児島県で育った福留氏は大阪の名門 PL 学園高校出身です。高校通算40本塁打を放っており、甲子園には春夏通じて3度出場しています。高校3年生の夏の大阪大会では7本塁打を記録、チームの甲子園出場に貢献すると史上11人目となる2打席連続本塁打を記録するなど、高校ナンバーワンスラッガーとして注目を浴びました。1995年のドラフト会議では7球団から1位指名を受けます。これは PL 学園高校の先輩でもある清原和博氏の6球団競合を上回りました。そして抽選の末に近鉄バファローズが福留氏の交渉権を獲得します。しかし福留氏はドラフト会議の前に希望する中日、巨人以外の球団から指名された場合には社会人野球、日本生命硬式野球部へ進むと表明していたことから、近鉄への入団を辞退、日本生命へ入社をしました。社会人時代には通算93試合に出場し、打率3割8分3厘、33本塁打、96打点、25盗塁を記録。そして1998年のドラフト会議で中日ドラゴンズを逆指名し、入団を果たしました。中日入りを熱望した理由として、小学校4年生の時に春季キャンプを見学、同年にドラフト1位で入団した立浪和義選手を見て興味を持ち、その後立浪選手から1本のバットとサインをプレゼントされたことがきっかけです。子どもの頃から立浪さんに憧れていたと話しており、甲子園球場で本塁打を放つ立浪選手の姿に憧れを抱いていました。そしてプロ1年目の1999年、チームの新人では10年ぶりとなる開幕スタメンに抜擢されます。主に遊撃手として132試合に出場し、打率2割8分4厘、16本塁打、52打点の活躍を見せました。2000年、2001年は怪我や打撃不振もあり成績を落とし、守備でも三塁や外野へのコンバートを経験しました。そして2002年、福留氏に大きな転機が訪れます。フォームの狂いは分かっている、でもどうやったら修正できるのか分からないと迷う福留氏の前に現れたのは、近鉄監督時代の1995年にドラフト会議で福留氏の交渉権を引き当てた佐々木恭介氏です。一軍打撃コーチに就任をすると、俺の言うことを信じてついてきてくれと二人三脚での打撃改造に着手します。連日1日3000スイングの猛練習の末に確かなフォーム固めに結びつけた福留氏は打撃が開花、140試合に出場し、打率3割4分3厘、186安打を記録すると球団のシーズン最多安打記録を更新、そして首位打者のタイトルを獲得しベスト9に選出されました。守備でも本格的に外野手転向し、俊足や強肩を生かしたプレーでゴールデングラブ賞を受賞しました。2003年には打率3割1分3厘、34本塁打、96打点を記録し最高出塁率のタイトルを獲得、スラッガーとしての評価を不動のものにします。2006年には打率3割5分1厘で自身2度目の首位打者と2年連続の最高出塁率を獲得し、セリーグ MVP に選出されました。そして2008年、福留氏はメジャーリーグへの挑戦を表明し、晴れてメジャーリーガーの仲間入りを果たします。4年総額4800万ドルという大型契約でシカゴカブスへの入団が決まると、開幕戦に5番右翼手としてスタメン出場、0対3とリードされて迎えた9回裏、起死回生の同点スリーランホームランを放つ鮮烈なデビューを飾りました。こうしてド派手なスタートを切ると、7月にはオールスター戦にファン投票で選出。ところが後半戦はインコースに弱い弱点を見抜かれると失速、最終的にメジャー1年目は打率2割5分7厘、10本塁打、58打点を記録しますが、プレーオフでは2試合8打数無安打4三振と全く打てず、監督からもはや福留を使う意味はないと言われる始末でした。2009年、2010年、2011年はいずれも4月に打率3割超え、出塁率4割超えの好成績を収めます。しかし好不調の波が激しく、レギュラー定着とまでは至りませんでした。そして2011年シーズン途中にトレードでクリーブランドインディアンス、2012年にはシカゴホワイトソックス、シーズン途中にニューヨークヤンキースの傘下へ移籍を果たしますが、
思ったような成績を残すことができず NPB へ復帰する意向を示します。メジャー5年間では打率2割5分8厘42本塁打195打点の成績となりました。2013年より阪神タイガースへ入団をします。 NPB 復帰1年目2年目は怪我に悩まされますが、ここぞの場面で勝負強い打撃を披露します。そして3年目の2015年に打率2割8分1厘20本塁打76打点と打撃3部門でチームトップクラスの成績を収め、ゴールデングラブ賞ベストナインに選出されました。その後も日米通算2000安打やサイクルヒットを達成するなど、ベテランとしてチームを支えます。2021年には古巣中日に14年ぶりに復帰を果たし、主に代打の切り札として活躍をします。そして2022年に同年限りでの引退を発表。最優秀選手や首位打者、ベストナイン、ゴールデングラブなど数々のタイトルを獲得してきた福留氏は、24年間の現役生活に対して、本当にこれだけ好きな野球をやらせていただいて、自分の好きなように生きてきて本当に楽しかったですと話していました。そんな福留氏といえば、2006年に開催された第1回ワールドベースボールクラシックでの活躍を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。この大会で福留氏は3番中堅手で起用されながらも、6試合でわずか2安打と大不振に陥ってしまいます。そしてついに準決勝韓国代表との試合ではスタメンを外されてしまいます。そんな中、0対0の同点で迎えた7回表、1・2塁のチャンス、王監督は福留氏を代打として送り出します。相手投手はメジャーでも活躍したキム・ビョンヒョン投手。日本中の野球ファン誰もが福留氏の復活を祈っていました。すると当時実況中継をしていたアナウンサーが、生き返れ福留とつぶやいたその瞬間、甘く真ん中に入ってきたボールに福留氏が渾身の一振り。すると打球は高々と舞い上がり、ライトスタンドに一直線。日本代表ナイン、そして実況席も福留氏の鮮やかな一発に大喜びし、興奮を抑えきれずに生き返ったと福留とアナウンサーが絶叫したことは有名な話です。福留氏の均衡を破る一発を皮切りに、日本代表は韓国代表に7対0の勝利を収め、決勝へと駒を進めます。福留氏はキューバとの決勝戦でも9回表に代打で登場し、世界一に貢献する2点タイムリー安打を放ち、初代ワールドベースボールクラシック王者となる優勝に大きく貢献しました。今回はプロ野球界の名選手として活躍をした福留孝介氏をご紹介させていただきました。高校時代から圧倒的な注目を集め、鳴り物入りでプロの世界へと入ってきた福留氏。勝負強いバッティングを武器に数々の決定打を放ち、長年プロの世界で活躍をすることができました。そして今後はコーチや監督として自身の経験を存分に生かし、日本プロ野球界を盛り上げていってもらいたいです。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。